教えて上川先生、イエーイということでですね、今日から新しく始まったシリーズなんですけど、上皇先生が宮島に関することをいろいろ教えてくださるということで、とってもワクワクしてます。それでは上皇先生を呼んでみたいと思います。上皇先生、あ、どうもどうも上皇先生、よろしくお願いします。いや、今日ちょっとオープニングミナゴン一人で心配だったんですけど、はい、下手だねってこと思ったら、いや、意外とうまくてびっくり。あ、本当ですかやったで、まあ、教えれることがあるかどうかわかんないですけど、はい、ちょっと宮島に関する知識を、今日から何本かまとめて、はい、発信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ生徒役でよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあ今からちょっとご説明させてもらうのが、宮島の伝説のお話をしようと思います。今日一人、美奈子以外にもう一人ちょっと女の子が来てくれてるんですけど、うち の金水館の、従業員で山本さん、はい、が来られてます。はい、よろしくお願いします。ね、今ね、ちょっと実は産休明けでね、はい、まあ、お忙しい中ありがとうございますありがとうございます。仲良くやってください。はい、はい、これをね、今バーって書いた時に、あーって聞いたことあるみたいな反応をね、お二人がしてくれたんで、これ多分宮島じゃないな、広島に住んでる人は聞いたことある可能性が高いです。うん、すごい有名だよね。有名ですね。で、宮島の伝説、これって本当ってちょっと書かせてもらったんですけど、宮島へカップルで来ると何と言われてますか？別れる。そうね、これね別れるって言われてるんですよ。うん、うん、なんでだか知ってますか？宮島の神様は女だから、はいはい、女が来ると嫉妬して別れさせるみたいな、はい、そうやって言われてるんですよね。これ結構古くから言われてて、僕もそう聞いてました、子供の頃。うん、で、この話って本当なのかなと思って、とある人が厳島神社さんに行った時に、まあ、僕の知ってる人なんですけど、別れるって聞いたんですけど本当ですかって聞いた人がいるんですよ勇気ある、勇気あっていや、そんなことはございませんと、うん、それは噂の範疇でございますみたいな回答が来たらしく、うん、あ、そうなんだ、じゃあなんで宮島へカップルで来ると別れるって言われてるんだろうと思って調べました。うんうん、で、調べて、実は僕ブログを昔書いてたんですけど、そこのブログでも書いてるんですけど、調べた結果、宮島やカップルで来ると別れるって言われたのは、とある人が流した噂だったという諸説があります。これはね、宮島の歴史に深く関わってくるので、うん、あれなんですけど、宮島って昔男性の遊び場だったって言われてるんですね。江戸時代に宮島には男性の遊び場って言ったらいろんなものがあるんですけど、何があったと思いますか難しいね、いきなりそうやって言われてもね、キャバクラいや、キャバクラみたいなところがあったのよいわゆる遊郭があったと言われてます、江戸時代にね。遊郭と、あとは芝居小屋、あと、ちょっと変わってるんですけど、大足富くじ場っていうのがありました。これ時代背景がかなり色濃いんですけど、江戸時代に広島城下町にあった遊郭とか芝居小屋とかを全部宮島に移したんですね。はい、それが何でかっていったら、江戸時代そういうのがすごく厳しくなって、はい、城下町にあったこういった遊び場を全て宮島に移動させたと、いうようなところで、宮島に、遊郭とかこういったのがありましたというのがあります。で、なんでこれが宮島へカップルで行くと別れるってなったのかの話なんですけど、これも諸説なんですけど、一説には、宮島に遊びに行きたいんです、男性は。男性は宮島に遊びに行きたくて、奥さんや、その当時の、まあ、彼女とかなのかな、わかんないですけど、にちょっと宮島に行ってくる、うんうん、でもお前は連れて行けないんだよと、うん、なんでかっていうと、宮島の神様って女の神様だから、一緒に行くと
別れるって、やきもちがいて別れるって言われてるからさ、俺お前連れてきたことも連れてけないんだよ。それで成功した人がいて、みんなにこう言っとったら大丈夫って言って広まっていったんでしょうね。可能性はあります。でも本当にそれが広まって宮島にカップルで来ると別れるっていう噂が流れたっていうのが、宮島にカップルで行くと別れるって言われてるっていうのも一つの一説として言われてます、なので実際のところは宮島にカップルで来ても別れません。これだけは断言しておきましょう。なんで断言するかというと、結婚式とか普通にやってますからね。いや、そうですよね。やってますやってます。でカップルで来られる方もたくさんいらっしゃいますし、うちの、金水館でもホテル宮島別荘でもリピーターでもちろんカップルの方でもお越しいただくし、お子様が生まれました、お子さんが大きくなりました、年祝いですとかでめちゃめちゃ来ていただくので、宮島にカップルで来たから別れるってことはまずございません。これ結構信じてました、子供の頃。じゃあ行かない方がいいとか思って行かなかったりとかしましたもんね。そう、やっぱりね、噂って怖いんですよ。噂って怖くて、でもちゃんとね、こう時代背景を調べて、時代背景を知ればそんなことはないよって裏付けまでできるので、いいかなと思います。今ね、宮島にカップルで来ると別れるっていうのは嘘ですっていうのをお話ができたので、そのこういったのがあったってお話なんで、ちょっとだけ軽くお話をすると、遊郭って本当に男性が遊ぶような場所なのはご存知だとは思うんですけど、これが一体どこにあったのか、これご存知ですか？わかんないですよね。船着き場から近いところじゃないですか。それこそ女の子がこう連れてこられて、それで言うとちょっと違って、昔江戸時代にあった桟橋っていうのは今の桟橋じゃないです。神社の反対側です。で今の、桟橋っていうのは、明治以降だったのは、ごめん、ちょっと明確な時代は覚えてないんですけど、新しくできた桟橋なので、今の桟橋と厳島神社があったとしたら、こっち側にありました。で水族館の奥の方ですか？そうです、そうです。水族館の方にあったと言われてます。この遊郭があった場所っていうのは全く逆なんですよ。今の桟橋の近くというよりも今の桟橋側にあったっていうイメージ。今ある町屋通り、昔東町って言われてて、はい、すぐ見れますね。ただね、分かんないんじゃないかな、パッと見。ちょっとした名残があるなっていうのは気づけるところもあるけど、あんまりね、どこがどうだったよっていうのもぶしつけなので言わないですけど、東町っていうところに遊郭があったと言われています。芝居小屋、芝居小屋って、いわゆるお芝居をする場所になるんですけど、歌舞伎とかそういったのになるのかな、わかんない、歌舞伎なのか何なのかちょっとそこまで詳しくわかんないですけど、これがあった場所、さあどこでしょう。なんかどこかで宝くじ売り場見た気がします。それ下ね、今芝居小屋の話話が飛んだ。今のね、水族館のあたりにあったって言われて、でインターネットとかでも公式に出てるんですけど、茶屋の今のね、今あるお茶屋さんの、水葉さんっていうところが、芝居小屋の跡地やられてます、はい。あと大足富くじ町っていうのがね、ギャンブル。でこの跡地あります。どっかでなんかここ唯一の宝くじなんだよってなんか見た気がします。紹介しましたですよね。どこだったっけな。紹介しました。お稽古ジャパンさんに行った時、ヤマメの小道を歩いた時にご紹介しました、富くじ町っていうぐらいなんで、これ なんだ、宝くじ売り場。宝くじ売り場があったんです、でも宝くじ売り場でこれね、宮島独特なのかどうなのかっていうのもちょっと分かんないんですけど、普通富くじ場っていうらしいんですよ。僕大足ってつくじゃないですか、大足、大足って何っていう。札束。でもね、札束じゃないんですよ。札束なんだけど、これね、巻きのことらしいですよ。束ねた巻きだったらしい。
宮島って自然が豊かなんで、うんうんうん、木がいっぱい取れた、うん、相当宮島の伝説から外れてきたんですけどちょっと宮島の裏話に近いかな、これ、うんうん、ただねこれ江戸時代の話で明治時代になった瞬間に全てなくなります。ここはなくなったんだけどさっきの噂話だけが残った、こういうことがあったからこういう噂が出たって言われたら確かにって納得できる、納得納得する。そうそうそう、厳島神社は縁結びの神様ですから、ね、そうですよ、縁結びの神様。どうでしょうかこのお話を聞いてみて。面白い、これはもう全世界に伝えるべき、全世界以上でございますがよろしいでしょうか。面白かった、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。